ようやく卵の孵化準備が整えました。ゾーイ&エレパンダープラスライゾーは一体何を産むのか。はい、どうも、ワラです。さあ、今回もですね、春ワールドやっていこうと思います。で、まあ、今回何やってるかっていうと、ちょっとね、一個疑問があって、前回ね、この捕まえた、ゾーイ&エパンダなんですけど、こいつってさ、何産むんだろうって思ってさ、なんかツイッターとか見てもなんかあんまり情報なくて、ちょっと今回はそれを検証していこうと思います。果たして、何を産んでくれるのか。このゲームにはね、繁殖っていうシステムがあるんだけど、まあ、こうやってね、この繁殖をするための場所があって、まあ、いわゆるあれですね、LOVE ホテル。があるんですけど、まあ、ここでは、まあ、押すと、あ、これ押すと押すじゃん間違えて押すと押すやっちゃったんで、メス、あ、こっちだこっち、俺普通に間違えたわ。キャプペンの、メスを、入れたはずなんだけど、間違って、押すと入れちゃった。押すと入れちゃいました。メスが、押す通しでは繁殖できないんだけど、種族が違っても、メスとオスが同じ空間にいれば、子供を、あ、拒否してるわ。彼女の意見を尊重して、別の子を連れてきました。あんな拒否あるんだね。知らなかったわ。拒否権とかあるんだね。こんな感じで、このオスとメスさえ揃えば、この種族は違っても、まあ、こういう風にね、この同じ空間にいるだけで繁殖をしてくれます。幸いね、前回捕まえたゾーイ&エレパンダが、合計3匹いて、3匹とももう一人ね、いるんですけど、このゾーイ&エレパンダの特徴があって、もう何匹、どれだけ捕まえても、ある一個のね、特性があるんですよ。実は。実は、ゾーイ&エレパンダって、全部、メスなんですよ。おそらく、俺の考察的には、このエレパンダ、この下っ側ね、下っ側のエレパンダが、オスだとしても、上に乗っかってるゾーイがメスだから、メスだから、メスだから、まあ、強制的に多分メスになるんじゃないかなっていう。総合的にね、ゾーイがエレパンダを支配してるから、その支配してる側の性別になるんだと思うんだよね。だから、まあ、実質、この繁殖ってゾーイがやってるんですよ。さすがにまずいか。これさすがにまずいか、これは。これじゃまずいか。で、ここで問題になってくるのが、さっき言ってた、オスとメスは繁殖できるんだけど、同性同士だと繁殖できないんですよね。なので、今回は、代打として、前回捕まえた、このライゾー、この、できる限りこのエレパンダに似てる、このライゾーっていうのを、オスとして使っていきます。ミルカルビ、かわいい。これじゃあ、エレパンダと、ライゾーをね、とりあえずセッティングします。よいしょ。で、これ持っていくにはこうやって持ち上げて、こんなおっきいね、このエレパンダもこの片手で、このとんでもねえ、この上腕二頭筋で持ち上げます。もう余裕よ、こんな。で、ぽーい。で、あとライゾーですね。ライゾーもここでぼーっとしてるけど、よいしょ。持ってって、よし。これで OK。さあ、これでオスとメスが揃ったんで、あとは、この箱、このホテルの前にあるこの箱にケーキを入れるんだけど、ケーキがまあちょっと完成してない気がするんだよな。作るのに時間かかって、あ、一個完成してるわ。オッケーオッケー。じゃあこれ使うわ。このケーキを使ってね、今から繁殖してもらいます。よし。じゃあこれここにケーキ入れて、あとはここで待つだけで、いつの間にか、この真ん中ら辺に卵がポンって現れて、それを、この卵かきで、出せるといいわけですね。とりあえずこの2匹が、愛を育むまで待ちます。さあ、ようやく愛の育みが終わりました。長すぎ。めちゃくちゃ待ったわ。生まれてる卵は、平凡な卵なんだ。あ、でもこれ、大きくないね。レベルによって、
この卵のデカさが変わるんだけど、平凡の卵のこのサイズが小さいやつだと、これもしかすると、なんか、本当に、大したことないやつが生まれそう。じゃあこれで深く入れて、こっからあと5分待ちます。ミルカルビかわいい。いや、ちょっと、待ってる間暇だから、新しいゾヤのイラパンダ捕まえに行きますか。もうサクッとね、行きます。もう磁気弾撃って、ベシッと。で、指名手配受けて、ここはもう前回やったからね。もう完璧でしょ、ここはもうみんな。このまま中に入ります。で、ムービースキップして、さあ、これでゾヤ&イルパンダに、これ、駒をぶっけてもらって、痛い、あ、さあ、オッケー、これで当たったから、ほい、はい、ゲット。さあ、なんやかんやあって、ようやく卵の孵化準備が整えました。では、いきます。ゾーイ&エレパンダ、プラス雷ゾウは、一体何を、産むのか。では行きます。なんだ？何なんだ？玉こっこ。